キャリーペミペミ、キャリーパミュペミュさん、お誕生日おめでとうございます。はい、ということで本日は最近ちょっとニューエラー会が続いておりましたので、久しぶりにスニーカーやりたいと思います。ということで僕の好きなスニーカーを3足ピックアップして紹介していこうと思います。で、僕今までもちょいちょいスニーカーの動画を上げてるんですけども、大体まあスニーカーズの抽選の様子とか実際に買ったものの紹介とかで、動画にしてるやつって大体まあ結構レアなスニーカーだったりとか、まあちょっと王道のスニーカーだったりとか、まあそんな感じなんですけど、なんて言いますかね、よくいるあのレアものばっかり狙う下の方で一生くすぶってる底辺 YouTuber ねって思われるかもしれないんですけど、まあ、一生下の方でくすぶってるまで合ってるんですけど、まあ、僕のスニーカーの好みは多分ちょっと変です。多分ちょっとずれてると思います。もちろん最近のものだと、まあ、シカゴとかそういう、まあ、ちょっとレアなやつも持ってたりはするんですけど、基本的にはまあ市場価値とかは全く気にせず欲しいものを買うっていうスタイルなので、まあ、一般的に全く人気のないスニーカーとか、まあ、何それってやつまで結構幅広く持ってます。なんで最初に言っておきますが、今日はシカゴとかトラビスとか、まあ、そういったスニーカーは全く出てきませんので、まあ、ちょっとそういうのがね好きな方には物足りない内容かもしれないんですけど、まあでも面白いものはあると思うので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思います。ではまず1足目、じゃーん、ミズノハノンスカイメダルでございます。はい、一足目からね、斜め上を行くミズノが登場しましたけど、まあ、最近ね、これ一番履いてるかも。昨日も履いてたわ、俺、これ。ほんとね、めちゃくちゃ気に入ってて、二日連続でこれ履いてる時とかあるもんね。俺家にこんなスニーカーあんのに、何やってんだろうってたまに思うもんね。今こいつはほんとエーススニーカーですね。でこちらなんですけど、スコットランドを代表するスニーカーショップハノンとのコラボレーションになるんですけど、まあ、このコラボレーションにめちゃくちゃ興味があるっていうわけではなくて、まあ、シンプルにデザインが好きすぎるって感じですね。あとまあ日本のブランドだからめちゃくちゃ履きやすいです。ちゃんとやっぱね、日本人の足に合うような形になってて、まあ、長時間履いてても疲れにくいです。機動力20丸ですね、これ。で多分スニーカー好きな人の中でもミズノが好きって人って、まあ、それほど多くないと思いますし、あんまり注目されないと思うんだけど、だからいいんだよね。僕他にもミズノのスニーカーって持ってて、結構ね動画でミズノのスニーカー積極的にやりたいんだけど、まあ、今一番勢いのあるスニーカー YouTuber のヒゲミルクさんがね、結構ミズノは牛耳ってるんで、なかなかね太刀打ちできないっすよね。人ねマジすごいと思う。俺たまに動画見るんですけど、やっぱねトークも編集もちょっと勝てないなって思いますもんね。人見るとちょっと自信なくなるもんな。だから俺はヒゲミルクはミン。はい、ということで1足目はミズノハノンのスカイメダルでした。まあ本当はねもうちょっとねこうスニーカーの細かい部分にも触れていきたいんですけど、ちょっと3足紹介するってなるとあまりにも時間がかかりすぎるんで、まあこれぐらいのペースでいこうと思います。じゃあ2足目いきます。じゃーん、エアジョーダン13ドーレンベッカーでございます。はい、これはなかなかいかついっすよね。ぶっちゃけねこれは結構レアだと思います。結構僕もいい値段出して買った覚えがある。でこちらのスニーカーは2003年からスタートしたナイキドーレンベッカーフリースタイルコレクションから出た一足になるんですけども、これは2015年の発売になるので、まあ、発売からは7、8年経ってるスニーカーになります。結構ね状態は普通にいいと思います。一応ドーレンベッカーフリースタイルコレクションって、まあスニーカー好きの方なら知ってるかなとは思うんですけど、子供向けの病院ですよね。ドーレンベッカーチルドレン病院っていう、まあ、病院との共同プロジェクトになります。要はそこの病院に入院してる子供たちにこうスニーカーを好きなようにデザインさせて、まあ、それをナイキが形にして売上金をその病院に寄付するっていう、まあ、毎年恒例でやってるやつです。これめっちゃかっこよくないですか。普通になんかデザイナーコラボ級の仕上がりだよね。アッパーはパテントで蛇柄になってるんですよね。でこれをデザインしたのがジョン・チャールズ君っていうんですけど、まあ、その彼がこう大事にしてるものとか、まあ、大事にしてる言葉とかがこう至る所に入ってるって感じですね。ちょっと履いてるんで汚いですけど、このアウトソールのサッカーボールとかもそうですよね。やっぱねこういうバックボーンとかも全部ひっくるめて好きっすね。でまあ、これに限らず基本的にドーレンベッカーってアメリカ国内でしか販売されないので、まあ、日本国内では基本的には買うことができません。じゃあお前はどうやって買ったんだって感じだと思うんですけど、まあ、ちょっとあの手この手を使ってですね頑張って買いました。
まあ、国内でもドーレンベッカーシリーズ、それこそスニーダンとかでもまあ売られてることはあるんですけど、まあ、数も少ないしめちゃくちゃ値段もついてるイメージです。うん、まあ、一番人気どこだとエアジョーダン4とかかな。うん、まあ、あれはねちょっとやばい値段になってると思うんでなかなか手が出ないですけど、僕ねこれまああんまね履かないっちゃ履かないんだけど、まあ、たまに履いて歩くときはねむちゃくちゃ足元見られる。本当にやっぱすごい存在感すごいんだろうなこれ。はい、ということで2足目はエアジョーダン13ドーレンベッカーでございました。これはもう最高ですね。ではラストいきます。じゃーん、ダンクハイ。すまん、細かい名前はわからん。多分これを見てるほとんどの人が何それって感じになってると思うんですけど、まあそれもそのはずで、こちらはですね2004年に発売されたものになります。なのでまあ18年19年ぐらい前の、スニーカーになります。そしてねこれはね中古で買ったとかではなくて新品から僕が履いてます。でこれが2004年発売で多分僕が買ったのはその1年後か2年後だと思うので、僕が履いてる年数でいくと多分17、8年だと思います。まあ、これ言うとね僕の年齢が大体バレちゃうんだけど、まあいいや。僕がこれを買ったのは中学生の時で、おばあちゃんに買ってもらったんですよ。めちゃくちゃねこれを買った時のことを今でも覚えてて、僕ね昔野球やってたんでよくそのスポーツショップのゼビオってあるじゃないですか、あそこによく行ってたんですよ。でゼビオのワゴンセールのカゴの中にこれがね突き刺さってたんですよ。今じゃさどんな人気のないダンクだって、まあ、ゼビオで売られるってことはないだろうし、多分ねこれ俺5000円とかで買ってるからね。だからもう箱とかもなかったもんね、普通にスニーカーに多分値札のタグがついててみたいな感じだったと思う。その当時の俺はさ、まあ、シンプルにこのスニーカーのデザインがめちゃくちゃかっこいいなと思って、おばあちゃんちょっと買ってよって言って、まあ、買ってもらったんですよ。だから当時の僕はこれがまあダンクっていうものっていう認識すらなかったです。ナイキのスニーカーって感じでしたね。うん、今の中学生ってさ、まあ、めちゃくちゃおしゃれだから、その下手したらまあジョーダンとかダンクとか知ってたりするじゃないですか。まあ、僕らの時代ってまあ携帯こそあったけど、その今ほどやっぱ情報社会じゃなかったから、その基本的にやっぱおしゃれをする、なんか情報を得たいってなったら結構雑誌だったと思うんだよね。しかもね僕らの世代って多分ね時代的にあんまりこうストリートファッションとかが流行った時代ではないのよ多分。だから僕ぐらいの世代の人がこう中学生とか高校生ぐらいの時に履物に興味を持ってる人ってねマジで少なかったと思います。少なくともね僕の周りには一人もいなかったわ。俺が唯一こういうちょっと変わったのを履いてるなって感じだったと思う。フォーダブワン毎月買ってたもんね。あのさ、あのフォーダブワンの後ろの方のページにさ、その応募者の中から抽選でこう自由に写真を載せてあげるよみたいなページがあって、でそこにカップルのプリクラとか載ってんだよね。そこでそれにねめちゃくちゃ応募してたんですね。まあそんな話はどうでもよくて、まあこいつはまだ現役で履いてるんですけど、まあさすがにねソールは結構やばくはなってきてる。でももうちょっと頑張ってほしいですね。昔見てもね俺これかっこいいなと思ったけど、今見てもめっちゃかっこいいと思うわこれ。あのこのさやっぱ履き込んだ味もやばくないですか。しかもさこれ今はさサイズちょうどいいんだけど、昔はさ多分ブカブカだったから僕そのシューレスをギュンギュンに締めて履いてたのよ。だからさそういうへたり方をねしてるんだよこれ。それがまたいい味になってるんだけど、わかるかなこれ。まあほんとなんかねいろんな思い出が詰まった一足っすね。これはもう死ぬまで持っとかなあかんやつ。まあこれにね価値があるとかないとか、まあそこはまあわかんないし全然そこに興味もないんだけど、まあこれはね僕の宝物ですね。普通に今も履いてるの結構やばいよね。このさメッツのニューエラーとかニックスのニューエラーを合わせてくれと言わんばかりの配色ね、最高。まあ、今日はそんな感じでお気に入りのスニーカーの紹介でした。まあ、ちょっとね変化球なスニーカーが多かったとは思うんですけど、まあ、スニーカーが好きなことには変わりはないです。まあ、今後もスニーカーの話題は積極的に取り上げていこうと思います。ただね、まあ、やっぱニューエラーに比べるとスニーカーの市場ってものすごい大きいんで、やっぱその分 YouTuber のその競争っていうのもなかなかやっぱ激しいんで、僕らみたいな数字持ってない YouTuber だとこう埋もれちゃうんですよ。だからね、なかなかやっぱこうスニーカーの話題って難しいところではあるんですけどね。まあでも僕のこういうまあ独特なスニーカーの好みとかもまあ武器にはなると思うので、まあそういうところを駆使してですね積極的にスニーカーも取り上げていきたいなと思います。はい、ということで今日はそんな感じで終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、おりー。ちゃんと好きなニューエラー参戦もやるから安心して。